エレクトロスプレーイオン化。源のエレクトロスプレーイオン化は、質量分析における、サンプルのイオン化法の一つである。高分子を、フラグメント化することなく、イオン化できるため、高分子を、イオン化する際に特に有用である。絵師を用いた、質量分析は、エレクトロスプレーイオン化質量分析あるいは、エレクトロスプレー質量分析と呼ばれる。シングルよえ。 極質量分析系と組み合わされたフェンの最初のエレクトロスプレー4化原性対抗分子の分析のためのエレクトロスプレー4化法の開発により開発者のジョン・フェンは2002年ノーベル化学賞を受賞したフェンにより使用されたオリジナルの機器の一つはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアの科学遺産財団に展示されている興味のある検体を含む液体は エレクトロスプレーによって微細なエアロゾルへと分散される。イオン形成は溶媒の大きな蒸発を伴うため、エレクトロスプレーイオン化のための典型的な溶媒は、水と揮発性の有機化合物を混合することによって調整される。はじめの液的の大きさを小さくするため、有電率を上げる化合物が、習慣的に溶液に添加される。大流量のエレクトロスプレーは、 窒素といった不活性ガスによる追加の噴霧化から恩恵を受けることができる。このエアロゾルは質量分析系の最初の真空部にキャピラリーを通って導入され、加電した液滴からさらに溶媒が蒸発するのを助けるため加熱される。液滴がレイリー限界の到達して不安定化するまで加電した液滴からの溶媒を蒸発させる。 この段階で液滴は変形し、空論分裂として知られる過程により、家電ジェットを放出する。分裂の間、液滴は質量のごく一部と電荷の比較的大部分を失う。基礎4の最終生成を説明する2つの主要な理論が存在する。科学的に確かな証拠はないが、多くの間接的な証拠は、小さなイオンはイオン蒸発機構によって気礎に有利するが、 より大きなイオンは、大電算式構によって形成されることを示唆している。質量分析によって観測されるイオンは、微分子イオンであり、プロトンの負荷によって生じた、MH、ナトリウムイオンといった価値イオンの負荷による、MNA あるいはプロトンの除去による、MH 体などである。MNHN といった高いイオンが、しばしば観測される。大きな高分子では、 多くの家電状態があり、特徴的な家電状態エンベロープを与える。それらすべては、偶数電子音種である。検体は時々電気化学過程により、マススペクトル中の対応するピークのシフトを生じる。低流速で操作された、エレクトロスプレーはより小さな初期液的を生じ、改善されたイオン化効率を保障する。1994年、2つの研究グループが、 低流速で行われるエレクトロスプレーをマイクロエレクトロスプレーと命名した。エメットおよびカプリオーリーはエレクトロスプレーを300から 800NL ミニッツで操作した時に HPLCMS 分析の性能が改善されることを明らかにした。ウィルムおよびマンは数マイクロメートルまで引き伸ばされた。 ガラスキャピラリーによって組み立てられたエミッターの先端において 25ml、トルミニッツのキャピラリー流速でエレクトロスプレーが維持できることを明らかにした。後者は1996年にナノエレクトロスプレーと解明された。現在、ナノスプレーの名称は自己供給型エレクトロスプレーだけでなく低流速のポンプを用いたエレクトロスプレーに対しても使用されている。 エレクトロスプレー、マイクロスプレー及びナノエレクトロスプレーの流速の範囲は明確に定義されていない。エレクトロスプレーはタンパク質の折りたたみの研究に使用されている。エレクトロスプレー4化は液体クロマトグラフィーと質量分析の組み合わせでイオン源として選択されている。分析は LC カラムから溶出された液体を 直接、エレクトロスプレーに供給するか、フラクションを集めた後、古典的なのエレクトロスプレー質量分析装置で分析するかどちらかの方法によって分析が行われる。エレクトロスプレー LCMS における様々な四体試薬の効果が研究されている。エレクトロスプレー4化は、基礎における非共有結合性相後作用を研究するのに理想的である。 エレクトロスプレープロセスでは、液層中の非共有結合性作体を、非共有結合性相互作用を壊すことなく、基層に移動させることができる。これによって、その他の質量分析技法を用いて、基層における二分子クラスターを研究することが可能になった。興味深い例は、酵素と、その阻害剤の相互作用の研究である。阻害剤は、一般的に、 非共有結合性相互作用によって、妥当な神話性で、標的酵素に結合し作用するため、この非共有結合性複合体を本手法で研究することができる。新規薬剤候補を探索するため、スタッドロッ6と阻害剤の競合試験が本手法により行われた。ありがとうございます。